皆さんこんにちは。新人アニメーター寮、寮生の涼子です。この動画では、新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思っています。今回の動画では新人アニメーターの1年目のお話を少しお休みして、私たちが暮らす新人アニメーター寮の内部がどんな感じになっているのか紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。アニメーター寮ってそもそも何？何をするところ？という方はぜひこのチャンネルの過去の動画をご覧ください。私の第1回の動画で寮について解説しています。では早速、アニメーター寮とその内部を紹介していきます。私たちが暮らす寮は、東京のとある住宅街にある一軒家です。そこそこ大きな建物で、小さなお庭もついています。中に入ると、1階には、私たちが使っている寮生用の個室が2部屋と、共有スペースである今や、ダイニング兼キッチン、お風呂などがあります。2階には個室がもう2つとキッチン、ベランダがあります。この建物は元は1階部分に大家さんが住んでいて、2階部分をアパートとして貸し出していた物件だそうで、そもそも寮に向いている構造の建物でした。特に大家さんが住んでいた1階部分は古いですがしっかりとした作りになっているように思います。また部屋数も多くてかなり広いです。私は普段ダイニングで仕事をしたり、今でアニメを見たりしていることが多いです。そして実はこの今は、このチャンネルの動画の収録場所にもなっています。いつもの動画の背景は、実はこの今の様子なんです。動画をよく見ると、お部屋の襖や本棚が映っているのがわかるでしょ？寮には基本私たち寮生しかいないんですが、寮の運営をしてくださっているアニメーター支援機構の方たちがお仕事をしにいらっしゃったり、過去の寮生である先輩たちが様子を見に遊びに来てくれたり、寮の運営に協力してくださっている方たちを招待して食事会を開いたりもしていました。共有スペースには大きなテレビが置いてあって結構広いので、そういったお客さんが来た時にはアニメや映画を見たりゲームをして盛り上がったりする場所になっていました。寮の運営や私たちの活動に興味を持ってくださった方たちや、先輩アニメーターさんといろんなお話をする機会があるのも、寮に住んでいてよかったなぁと思うポイントでした。仕事の参考になるアドバイスをもらえるだけでなく、仕事や活動を応援してくださっている方の声を直接聞けるというのは、本当に励みになります。大変なことも多いですが、頑張ろうと思えるのは、こうして寮でたくさんの方と関わらせてもらって、活力をもらっているからでもあります。今やキッチンには、アニメーターが暮らしているからこそのものもいくつかあります。詳しい話は、次回以降の動画でまたお話ししたいと思います。今回はここまでです。アニメーターのことや、寮のことについて、聞きたいことがあったら、コメントで質問してくれると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター寮の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター寮のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また、動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。